おはようございます、おはようございます。ちょっと今日消防のポンプ点検と重なって、今日は藤平地区の伊堀、いわゆる用水の泥上げなんだけど、息子を派遣するんでよろしくお願いします。はい、後で終わったら取りに来るわ。でも最近綺麗になったから、もうほとんどそういうとこなくて、あっちまで割ってしまうから。なんか水流れてる。要するに用水をきれいにしたもんやから、泥があんま溜まっとらんねん最近は。うん、まあでも何箇所か難工事のところあるかもしれない、溜まるところ、ね、はい。じゃあちょっと楽になった。楽になった、相当楽になったよ。何やるんすか、勝負の前。ほら前言うとったよね、毎月ちゃんとポンプ車が動くに点検しとるやんわ。河津桜満開やねこれ。はい、河津桜満開ですね。今年大雪やったんに、なんかもうあれやってね、暖冬だったという、すごいよくわからないのになっています。はい、おはようございます。じゃあ行ってきます、よろしく。おはようございます。第2分団ポンプ車及び輸送車からの応援消防署、ポンプ点検のため無線退却します。さあ行きや。ああ停水しとるかと思ったら、ここは来とるな。大丈夫大丈夫、うん、よかった。気をつけろよ。そこに繋げばいい。来とるよ来とるよ。切れとるな。直った直った。重っ。No.
もう一回やってほしかったな。タイミングも何キャットだけだ。え？マックスで 0.8 まで。 0.8 か、はい、ちょっと長めに出しとっけよ、はい。全開で長めにやらんとプラグがいいように焼いてやらんとね。意外とこのデリケートやね、このホーストのあれは。ツーストやったらね、あの燃料カットでクリーンカットすれば綺麗にプラグ焼けるんけど、ね、じゃあ撤収、はい。お隣さんの町内会のイホリやってる。今日どこもここもイホリやね。ショイコイ、ショイコに4本、島田2つな。さあ、島田。ロープ。はい、今からあの島田ホースの畳み方、縛り方をやります。まず、ね、巻き結び、ここで巻き結び。南町町からマット県議会議にあっては、高齢女性が災害線付近の川に自転車ごと落ちたとのことです。巻き結びね、ここで巻き結びして、で、これを島田にするためには少し出す、少し出す、じゃ出すね、出して、でこっちもこれをこっちに出すんで、これをこれもこっちへ出す、少し出す。受傷部位によっては左側の出血を出してます。どうぞ。でこれをギューッとやりながら、お前は手袋してる。手袋あめてるし。どいつもこいつもこんくらいやすいの。そんな意外ない。安全責任者として感化できるよね。だから本当にあの。下へ回して。下へ回して。で、ちょっとここ、で、ここに引っ掛けてね、このオスのここのへこみとかね、こう引っ掛けて、そうそう、いい感じ。キープキープ。
をやって、でここで調布飯するよし。はい、蝶結びにしてできます。でここで運ぶときはここの、ね、指ここに指入れてこうやって運ぶということです。はい、できました。イエーイ。家は家じゃない家しょいこ完成しました。すごい4本入り、今で全部で80メートル伸ばせます。最近のホースは薄くて、あのこの昔のタイプと違って3本じゃなくて4本入ります。逆に、3本だと中でガタついて落ちたり脱落するんで、最近はうちでは4本入れてます。ちゃんとしっかりやりなさい。はい、ポンプ点検終了です。皆さんご苦労さん。皆さんご苦労さん。さあイホリ見てっかな、終わっとるかな。ここ掘ってんの、この泥は後で回収するかな、入れ回収か。イホリ頑張ってます。イホリに合流しようと思ったけどもう終わりなんかな。お終わってました。やる気満々やったり、ね、はいはいもう、はい、じゃあ夜も終わったので帰りたいと思います。皆さん今お茶配ってます。やる気満々できたのに。あまりにも天気がいいので、ちょっと林さん家の田んぼの横の用水工事で、作業場に作業現場とか作業小屋のスペースで貸してくれっていう土建屋さんがいて、その撤収が終わったので確認してくれっていうことでちょっと見に行ってみたいと思います。いやー朝方寒かったけどね、お天気も良くなってバッチリでございます。絶妙のバイク日和。じゃあ行ってきます。イエーイ。
さしく白い山、霊峰白山です。バイク日和。排水工事をしています。ということで、おーすげー綺麗になっている。めちゃめちゃすごい。まだ全部シートははぐってないんだよな。これってね、一旦シートかぶせてしまうと土が死んじゃうんだよね。あんまり長いこと引いとくと。ここ砂だけど大丈夫なのか。ん、砂はどけるのかな。それにしても白山はすごい今日よく見えるわ、ね、上流側はもうどんどん工事が進んでって、で今土建屋さんに確認したら、このシートとここの砂も全部除去してくれるそうです。まあ今年の作付けには問題ないと思いますね。最近はゲリラ豪雨ですごいからね、こういう用水工事がどんどん進めていますね。なかったら溢れたら大変ですので本当に助かっています。じゃあ戻りましょうかね。はい、到着、イエーイ。オートマチックバイク便利やよ。いや、便利さ求めとらん。俺は便利さ求めとれて。便利さな、いや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 、やっぱ最新バイクも乗っとかないの。ということで帰ってきました。ね、スーパーメカニックとは真逆のバイクやからね。じゃあ、編集すっかね。